レオ十世はルネサンス期のローマ教皇。本名はジョバンニ・デ・メディチ。フィレンツェの黄金時代を築いたロレンツォ・デ・メディチの次男。父と教皇インノケンティウス8世の後押しにより1492年16歳の若さで数奇教となる。同年、ロレンツォの死去後、メディチ家の県政は衰え、1494年に兄のピエロ。 弟のジュリアーノと共に、フィレンツェを追放される。追放中は、イタリア各地を転々とした後、ローマに落ち着く。1503年の兄の死後、ユリウス2世の支持のもと、1512年スペイン軍と共に、フィレンツェに侵攻。メディチ家の復権を果たしている。1513年、ユリウス2世の死後、37歳で即位する。 戦争好きであったユリウス二世とは対照的に平和主義者として振る舞い外交ではイタリアをめぐるフランスと新生ローマ帝国の対立の中にあって父譲りの政治感覚を発揮した1515 15年フランス国王フランソは一世がミラノに侵攻する状況になるとフランスと妥協しボローニア協定を結ぶ1519年 神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世の守護に行われた皇帝選挙では、マクシミリアン一世の孫、カール五世の即位を阻むため、フランソは一世を支援するが失敗。カール五世が皇帝に選出されるが、マルティン・ルターの宗教改革に対抗する、必要上、密かにカール五世と同盟を結んだ。内政では、全教皇ユリウス二世によって始められた大五。 ラテラン公会議を継続したが、結局、根本的な改革には手をつけないまま、終了してしまった。一方で、メディチ家の勢力拡大を図り、1513年から、フィレンツェを任せていたジュリアーノが死去した1516年に、後を継いだ老いのロレンツォを、ウルビーノ公に指名、本来のウルビーノ公、フランチェスコ・マリーア一世を追放したが、ロレンツォは1519年に、 一人娘、カテリーナを残して休止、フランチェスコ・マリーア一世が復帰して、領土拡大に失敗した。レオ十世が教皇として、業績を残すのは、政治の面ではなく、文化の面であった。全教皇が着手したサンピエトロ大聖堂の建設を、引き継ぎ、ミケランジェロ、ラファエロらの芸術家のパトロンとなり、ローマを中心とする、ルネサンス文化は、最盛期を迎えた。 教皇体観式の際に建てられた仮設外専門には、かつてウェームスが支配し、その後マルスが治め、今やミネルバの時代が切らんという名文が掲げられた。聖堂や広場、洗礼堂の修復を行い、全教皇に続き、ラファエロを非域にし、自らの肖像画やシスティーナ礼拝堂の壁掛け、バチカン宮殿回廊の天井画、壁画などを制作させた。 ラファエロが若くして亡くなった時は非常に悲しいんだ。ミケランジェロとは幼い頃から共に過ごした仲であるが芸術家の気難しい性格を敬遠してローマから遠ざけフィレンツェでサンロレンツォ教会の仕事を行わせた。1517年にサンピエトロ大聖堂建設資金のためにドイツでの職友上販売を認めたことがルターによる 宗教改革の直接のきっかけになった。また、行列や宴会など、とにかく贅沢が好きで湯水のように浪費を続けた。凶楽に満ちた生徒ローマは、ルターに、新しきバビロンと非難された。教皇庁には、未曾有の財政破綻が起こり、レオ十世は三代の教皇の収入を一人で、食いつぶした。先代ユリウス二世の蓄えた財産と、 レオ十世自身の収入と、次の教皇の分の三人分をとも言われた。1521年10月11日、ルターを非難したイングランド王ヘンリー・パッセイに、信仰の擁護者の称号を授けたが、後に、ヘンリー・パッセイは、離婚問題で、教皇クレメンス七世と対立した果てに、イングランド国教会を創設、皮肉にもプロテスタントの一派を形成していった。 ただし、競技自体は、カトリックとの共通点が多く、称号も後のイングランド王に代々受け継がれていった。同年、45歳で休止した。風邪をこじらせた、あるいはマラリアのためとされるが、毒殺説もある。また暴飲暴食が、原因など様々な死因が伝えられているが、実際は病弱であった。次の教皇は1522年に、 ハドリアヌス6世が選出されたが、わずか1年で死去。重帝のクレメンス7世が1523年に教皇になった。ありがとうございます。